三笠市立博物館、アンモナイト三笠市立博物館は、北海道三笠市にある博物館。別名、化石の博物館とも言われる、東博物館は、天然記念物に指定されている、エゾミカサ流の化石をはじめとして、アンモナイト等およそ3000点以上の展示物を収蔵する。また、炭鉱の町として栄えた、三笠市の歴史を刻む北海道発の資料や、 三笠市の豊かな自然を知ることができる屋外博物館なども整備されている。所在地は北海道三笠市行春別西区町一丁目212番1号。東博物館は1979年に設立された。きっかけはそれ以前の1976年に三笠市内に分布していた白亜紀の地層から海と影類のものとみられる頭蓋骨が発掘されたことに遡る。 この出来事が発端となり、郷土資料などの民族部門と合わせて、博物館は創設。その後1990年に、博物館内にあった、化石部門の展示スペースをおよそ2倍の広さへと、拡充を図った後、地質学関連の資料展示に力を注ぐこととなった。この地学関連の資料には、主にアンモナイトなど化石が中心に扱われており、 中世代において存在した、爬虫類などの生物の骨格編ほか、最終的におよそ3000点に上る資料を展示している。1階部分には、来館者が直接手で触れることのできる、約1メートルほどのサイズのアンモナイトの化石が、フロア中に展示されており、巻貝や2枚外のイノセラムスの化石も手で直に触れることが可能な展示品である。その他にも、 恐竜を再現したジオラマや、爬虫類の骨格の化石標本、白亜紀に存在した大型の肉食爬虫類である、エゾミカサ流が展示されている。特にこのエゾミカサ流の展示品は、1976年6月21日に採取された標本で、翌1977年に文部省から天然記念物の指定を受けたものである。1990年の夏には、 中国恐竜とミカサアンモナイト展が開催。これは中国の四川省にある都市、地密議の協力を得て開催されたものである。博物館の活動として児童を対象とした特別教室も開講している。これは野外において児童に動植物の採集や観察を行う会、化石を採集する会、化石のクリーニング教室など屋内外問わず、 児童に向けた体験型のカリキュラムを組んでいる。また、博物館ではオリジナルの定期観光物として年報を発行しており、その他、三笠市内の自然情報を掲載したアンモナイトと三笠の自然や化石の写真を集めたアンモナイト化石写真集などの出版物も,も販売している。ありがとうございます。